ているんですけど、そうだね、その中で大阪半端ないって知ってますか？知ってる、めっちゃ知ってますか？有名なやつね、大阪マジ半端ないってみたいなやつあるじゃないですか。ありますね。あれをですね、完コピしていきたいと思います。おいいね。じゃんけんで一番最初に勝った人が、うん、半端ないってさん、誰や、誰か、ね、勝手に決めて役ですね。はい、なるほどね。で、2番目に勝った人が監督役を、あ、握手してもらいたいですね。そして負けた2人はあの周りの選手役をやっていただきたいと思います。それも大切だからね、監督ミスをやってね。はい、それではじゃんけんして決めていきたいと思います。はい、はい、はい、よ、せーの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 、そうでしょ。周り役、周り役、頑張れ、最初はグーでいっぱい。半端ないってさん、主演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 、あいつ半端ないって意味わからんかった。後ろ向きのボールめっちゃトラップするもん。そんなんできんやん普通。そんなんできる言っといてやできるんやったら新聞やもう全部新聞や取られだしもまた1年やしまた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 2発やし一発にしとけば上がって一発に大阪うまいな。どうやったら大阪止めいいんやろ。あれは絶対全日本入るな。入りますあれはもう。あれは座った。俺握手してもらったぞ。鹿児島情勢を応援しよう。よし。大阪半端ないってもう。あいつ半端ないって。後ろ向きのボールめっちゃトラップするもん。そんなんできひんやん、うつ。そんなんできる言っといてや、できるやったら。新聞や。もう全部新聞や。もう、取られたし。一面やし。また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 二ゴールやし。一発にしとけばよかった。大阪上手いな。どうやったら大阪止めれんのやろ。あれは絶対全日本入るな。入りやすい。あれはすごかった。俺握手してもらったぞ。鹿児島情勢を応援しような。よし、よし、よし。さあ、世界一可愛い大阪半端ないっていかがだったでしょうか。いい感じだった。可愛かった。いい出来でしたね。ワールドカップもね、日本にはまだまだ頑張ってほしいですね。欲しいね。勝ってるもんね、今。勝ってる感じも。頑張ってほしいね。